ヒカキン弟悪さをしてるらしい。一瞬正金かと思ったけれどこれあり。ちなみにこっちの人はこれ弟じゃありません。でかいだけで、ヒカキンに弟などいない。弟いない。勝手にヒカキンの名前悪用をされて被害に遭いまくるヒカキンさん。自称ヒカキンのトトト名乗る男か女性、何としてデートに誘う自慢。信じた女性仲居もデレッとしちゃった。これとこれが偽物弟先。六本木界隈で怪しい男か女性、ヒカキン来るパーティーあるけど来ない。たまたまその女性はヒカキンと知り合い。本人に電話をして嘘とバレる。自称はヒカキンと仲いい女の誰は、とか昭和中後半もいてめちゃ仲良し。ヒくんは優しい、おごってくれる。会ったこともないし、ヒカキンの名前使えば人が寄ってくる。いろんな場所でさらに利用されてる。キラカミこの顔、誰が見てもヒカキンさんだけれど、あくまで変顔を追う UFO をキャッチャー。無断で写真使われる。アルバイトの募集、正社員の募集も、あげくの果てにはメルカリで売られてる。気になるお値段5万円ちょい。本物の背中ら勝手にコラボされてる。ニセキンという YouTuber 公認してる神。ニセキンさん、マイクだ。なりすましのニセアカヤバい。完全コピーほぼ本物。偽物多すぎて公式偽物まで見る。注意をするために DM 偽アカたち送るヒカキン。本物から DM 来て嬉しい偽物。もはや誰も信じれないヒカキン。プライベートも最新の注意払う。もういつ出してもいい覚悟持っておく。ツイッターに載せる感覚で LINE する。誰かと電話する時も録音されてると思って喋る。ヒカキンさんが炎上しない。